こんにちは。アパレルブランドヘルベチカデザイナーのヨッシーです。本日は、ヘルベチカの、受注会が4月12日23時59分までなので、ウェブ受注が終わる前にヘルベチカのアイテムでセットアップを全てやってみたいと思います。あえてね、これまでヘルベチカの5型全て自分のアイテムとの合わせっていうのをやってこなかったんですけど、ここで個々のアイテム同士を合わせるとどういうバランスになるかっていうのの、ご提案と丈感とかサイズ感の確認をしてもらいたいと思います。ではいきます。まずは T シャツとパンツの合わせからいきたいと思います。丈感と落ちる位置とかそういうのをちょっと確認してもらいたいなと思います。サイドのスリットの感じとか後ろの長いところとか、まあそういうところがですね、まあやっぱりパンツの丈感とやっぱ合うようにしてます。パンツちょっと落とし気味で履いてます。こうするとよりサルエルが目立ちやすくなりますね。次はその上に、シャツを着ています。マグネットシャツですね。これこの合わせすごく気に入ってます。T シャツの裾がですね、シャツの裾からちょっと出る感じとか、あとはその裾のカットの感じが、合うようにしてあるので、この合わせはね完璧だと思います。フロントの丈感とかで、まああとは、ボタンを閉めたり腕まくりしたりして、こうサイズを調節というか着方に、リズムをつけていくような形で提案しております。で、胸ポケのところは結構容量もしっかり入るので、大きめのカバーつけた状態のスマートフォンとかも結構スポット、上からスポット入れて、サイドからまた取ることが可能です。で、このサイドの方にマグネットをボタンがついているので、かなりねこれセキュリティ効果が高いと言えると思います。右側に関しては、上からのポケットはないですが、ガンフラップポケットが十分な容量があるので、そこに大事なものを入れておくってことも可能です。で、こちら第2マニットになります。袖口のファスナーの部分を開けてグローブを出すとかなり印象が変わります。僕としてはグローブ出した状態で、着てもらった方がそれっぽいのかなと思います。この感じですね。この感じにしてきた方がなんか製品らしさが出るかなと。で、第2マのニット、前上がりのシルエットになっていまして、フロントにカンガルーポケットがあります。で、まあ特徴的なのはバックのポケット3箇所、フロントは1箇所ファスナー付きのものがあります。まあこういうですね、パンツと合わせた時に控えめながら、エクセラファスナーのきらめきが、ポイントになるかなと。で、これがジャケットと合わせた状態ですね。こうなってくるとファスナーがかなり、デザインポイントになってくるのと、丈感の収まりとかね、シルエットとかその辺はやっぱりこう合わせた時にすごく生きてくるかなと思います。第2マジャケットと、この第2マニットを合わせた時に、下の第2マニットの方をグローブにしていると、かなりそこからもファスナーが見えるんで、かなりパンクな印象になるんじゃないかなと。で、フロント、ファスナーすべて上げるとこのぐらいの丈になって、で、僕はですね、下開けで上もちょい下げぐらいの感じで着るのが結構気に入っていて、で、この感じですね。こんな感じにすると、ジャケットも A ラインがより強調されるし、フロントのカーブがついているところのエクセラも非常にデザインポイントになるのでおすすめです。まあ、これは第2マの方なので、裏側のゴアテックスプロシェルの方を、紹介したいと思います。こっちにすると、ダークグレーみたいなね、色になるんで、結構綺麗めな印象になるのかなと。光沢感も出るので、印象はかなり違います。フロントの、スラッシュポケットが2箇所、そこもエクセラのファスナーを使っているので、かなり印象が異なってくると思います。内側の第2マを、襟でこう見せていくっていうようなスタイルになるのかなと思います。で、こっちも上げるとですね、かなりまあ同じ位置までネックは上がってくるので、ファンデルネックをこう楽しんでいただけるかなと。で、スラッシュポケット2箇所なんで、かなりこっちは、シンプルな感じに見えると思います。ここは好みなので、どちらを表にしても全然大丈夫かなと。で、こっちだと結構きれいめが好きな方にはハマりやすいんじゃないかなっていうふうに思っています。やっぱね、こういうダブルジップを生かしたスタイリングが自分としてはおすすめです。でもいろんな着方を試してもらいたいなと思います。リバーシブルでどっちも使いやすいし、どっちもハイテクなので汎用性が高いと思います。ヘルベチカの5型の新作でした。
サイズ感のお問い合わせとか、あとはその合わせてほしいっていうことも言っていただいていたので、これ最後にやろうと思っていて撮っておきました。やはり一つ一つのサイズ感とか丈感はそれぞれが相性がいいように作ってあるので、もちろんセットアップでの着用が一番バランスが取りやすいと思います。もちろんお手持ちの洋服他のものと合わせても全然かっこよく決まると思いますので、それぞれ皆さんの合わせ方で合わせてみてください。それぞれアイテムごとの丈感とかサイズ感の最終確認という意味で動画を撮ってみました。セットアップでの着用がね、やっぱ自分的にもすごくハマるなっていう風に思ってます。特にT シャツとシャツのレイヤードにこのパンツみたいなのは下のカットの形が一緒なんで、特に合いやすいのかなと。でこのダイニーマニットとその T シャツっていうのも裾がちょっと見える感じがいいのかなっていうふうに思ってるのと、ダイニーマニットこのダイニーマゴアのこれのなんて言うんだろう、このなんだろう、ジップまみれみたいな、縦と横のジップまみれみたいなのもすごく僕は気に入っています。皆さんそれぞれの感性で合わせていただけると非常に嬉しいので、本当にね、普通のデニムとかと合わせてもかっこいいと思いますんで、そんな感じでよろしくお願いいたします。ヘルベシカの、ご予約ウェブ受注のラスト12日4月12日23時59分までとなります。ぜひよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram やっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。続けていくモチベーションになりますので、ぜひコメントいただいたりとか、話してほしい内容がありましたらぜひコメント欄までお願いします。公式 LINE があります。で公式 LINE のリンクも概要欄に載っけておきますので、これからブランドの情報をいち早く公式 LINE の方でアナウンスしたり、公式 LINE の方でしか言わないこともこれから作っていこうと思いますので、ぜひ登録をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。